ロッカールームでーす。ということなので、これサブちゃんね、サブちゃん。サブちゃんね。だからもう全然気にしないんだけど。すげえな。うん。ねえ、てかさ、今さ、二人はさ、何やってる、うん、家で。もう、何もやってないよ。よしとさんあれやろ、インスタの投稿何にしようかなって、アイトと考えてるだけやろ。それはめちゃくちゃ考えてるよ。あ、そうなんや。でももうネタ好きだから。あれだけど、あれやで。何？全然おもろないで。いや、でもみんな笑ってくれてるから。みんな笑ってるし、それアイトがおもろいとか、その子供が可愛いっていうのはみんな言ってるけど、よしとさんおもろいは、うん、ないし、おもろない。でもお前絶対笑ってるやろ。俺は笑ってない、マジで。あいつアホやつって絶対笑ってるお前。ああ、そうそうそう、それは笑ってる。だろ、うんうんうん、笑ってる、笑われてるのね。でも 俺さ、昨日さ、うん、なんかお前が セレッソのなんか歌のダンス、おうおうおう、あれさ、みんなどうやってやってたの？なんかみんなこう、なんかこうやって踊ってたじゃん。うん。あれはみんなバラバラで、ここを踊ってくださいとかじゃなくて。違う違う、もう全部踊んねん。ああ、そういうことか。みんな最初から最後まで全部踊って、全部歌って、うん。うん、そうで、編集、あのセレッソの編集が。俺めちゃくちゃいいよ。でもな、イメージは、うん、あのさ、ポカリの CM わかる？わかるよ。え、あの、女子高生の？ん？どんな女子高生のやつ？そう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 、みんながこう歌ってさ、うん、家の中でこう走り回ってるやつ。ああ。イメージはあれやって。そうなの？イメージはね。うん。だから、俺とかキヨとかトックンは、ああ、そういうイメージっていうので、こう、みんなで話したから、俺らはめっちゃ動いてるわけよ。ああ、お前らめっちゃ動いてた。そう、でも、他のやつらはもう言われた通りに歌って踊ってしてるだけやから。ねえ。そう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 。いや、いいよ、いいよ。ちなみに、柿谷君何やってんの？僕は、とりあえず、もう20日前ぐらいから毎日、その4時ぐらいからインスタライブを毎日やってます。ねえ、やってるよね。はい、あれ、欠かさずやってんだ。はい、一応、自粛期間中はもうとりあえずずっとやろうかなと思って。へぇー。で、することなさすぎて。うん。なるほどね。で、なんか、そう、聞きたかったんですけど、那須さんに。うん。その YouTube 解説って、うん。もう誰でもできるんですか？誰でもできる。そう、なんか、別に YouTube で動画を上げたいわけじゃないんですけど、うん、YouTube で、なんか登録者数が1000人いったら、なんか Zoom と、なんかできるみたいなの聞いたんですけど。あ、できますよ。あ、そうなんですか。うん、できるみたい。この声では参加するから、参加できるから、そこで。うん、やるの。やるの。なんかこの、うん、例えば YouTube でその1000人行ったら Zoom ができるってちょっと聞いたから、うんうん、1000人頑張って登録してもらって、で Zoom やったらもうみんな映せるじゃないですか、一気に。うん、確かに。だからそれはちょっとやろうかなっていうのは考えてるんですけど、うん、わあ、面白いじゃん。うん、まあ1000人行ったらっていうよりも1000人行ったら YouTube でライブ配信ができるんですよ。あ、そう、あ、そういうことか。要するに、つまり今この画面をそのまんま YouTube で配信できるんですよ。はい、YouTube ライブで。生配信。あ、そうですよね。そういうことですよね。はい、だから、まあ、1000人いかなくても、これを収録して YouTube にアップすることはできますね。ああ、なるほど、なるほど。はい、でかつ、柿谷選手が YouTube を始めるとすれば、僕らが思いっきり宣伝するんで、1000人はすぐ超えるようにします。やった。始めろ。え？始めろよ。メントスコーラから始めるわ。じゃあ出てるやつ。あと嫁のメイク動画上げて。めっちゃ強いやつや。おもろいそれ。うん。だからそれぞれコンテンツはあるよね、みんな。
そうだね、うん、あるね。まあでもほんまにその動画を上げアップドロアップしたいっていうのは正直あんまなくて、そのズームでみんなでやってるのをそのまま YouTube ライブで流したいだけやったんで、ね、うん、そうす。だからそれをするにはその1000人行かないとあかんっていうのは聞いたから、うん、まあそれだけでもこれを機にちょっと、うん、はい、解説はしたんですよ。ああそうなんだ。だったらもう概要欄貼るので全然。いやでも全部非公開にしてるんですよ。ああなるほど。はい。でやるかどうかまだめっちゃ迷ってて。なるほどね。やれ。まあやれ。もしもやるときにはもう全然行ってね。はい、もうまた多分登壇させてもらうと思います。うん、全然全然。吉田さんマジで今役立たずやで。いや俺もやろうかな。え？絶対なんか。やろうかな俺も。他の人でやらすやん全部どうせ。そうだよ。そうだよ。で自分がやってる手みたいな。もちろん。そうだよ。面白いよ。タイプ合うね。こんな感じのテレビ電話なのね、普段ね。そうっすね。そういや、もまあ、しょうもないよ。もっとしょうもない。いつもこいつがなんか飲み行ってたりとか、ご飯食べてるときに、テレビ電話してきたりとか。いや、でも、そのとき、ちょうど一人で飲んでんねんな。そうなんや。そうなんや。俺、まあ俺も家で飲んでたり、その後輩と飲んでたりして、まあ寄ってて普通に、あ、ヨシさん電話しようって俺ほんま急に思うんすよ。で、ヨシさんに電話したら、ニコールぐらいで出て、家で一人で飲んでるわーとか言って。そんな感じや、いつも。なるほどね。ありがとう。もう本当に仲いい感じが伝わりました。ありがとうございます。うん、こんな感じで、またじゃあちょっと引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。うん、ありがとう、今回は。はい、ありがとうございました。はい、ロッカールームでした。はい、ありがとうございました。